します。ちょっとごめん、何も見えない。合ってるよね。あー、見えた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 。マジで見えない。ゆっくり行ってる。うん、オッケーオッケー。ここ出れば。こんな震えてんの。ゆっくり行こう。あ、マジで全然わからなかった。急にパンって飛び出してきてた。これ、シカちゃん結構飛び出してる。これ、普通にしたら、あー、かんない。ゆっくり行きましょう。シカもいるし。うん。めっちゃこっち見てるの、シカ。うわー、全然気づかなかったよ。今、右側だったしな。でも帰り…なんか動いたと思ったな。帰り、またあの道行かなくちゃいけないんだぞ。長尾峠はね、全然走ってねえからわかんねえ。あの、ゲームの方やってねえから。真ん中に一本この謎の峠やの。これはなんだ、登山道なのかな。そう。峠やのこと。あ、じゃ待ってよ、さっき上の方に分岐でもう一箇所あったな。当たった、これ。そっちのルートか、それもしかしたら。真ん中危ないよ、ゾーン。なんだろう、最近はこれ。晴れてねえじゃねえかよ。雨降ってきたし。ほら見ろ。来ないよね。ちょっとあんまりあれだけど。まあでも面白いね。やっぱこの道は。僕が怖い。ゲロゲソでやる。大丈夫か。測れるのちょっと困る。さすがに6キロなんだこれ。対向車来そうだね、1台ぐらい。僕がゲロするのが嫌いとかじゃなくて、仮にもさ、自分たちの車だったら別に、あ、そっか、これレンタカーだもん、ね、えってやってもいいんだけど、そう、それがあるから、だから吐きそうになったら椅子も窓開けて外に行ってビビビってした方が、うん、まだ洗いやすい。まあね。なんだよ、小鹿ちゃんって。鹿にタックルされました。傷つけたくねえしな。悪いね。5.6 キロ、結構あるね。まあでも長尾峠嫌いじゃないからいい。うん。しかもこれカーブが均等な感じだよね。うん。あの、極端にガン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 変なのじゃなくて、均等にちょこ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 カーブって感じだよね。そうが晴れてきたけど、また登るから霧がすごい。何気に今日静岡まで行ってんだよ。うん、もう静岡でしょこれ。うん、本当静岡県って感じ。長尾は静岡ですよ。ビビるよね。うわーっつって。うん。
通法よ、悪いけど、うん、危険運転。まだ七曲がりとかライトあるからいいけど、ライトっていうかライトあるからいいけど、うん、この辺ないからね、一切合切。鹿が飛び出してくるから危険だから。いたもんね。俺分かんなかったけど。いた。切り晴れてきたね。さっき大野山で見た感じの子と同じ子がいた。なんでしょうか。同じかの、あ、神奈川じゃねえよ、ここ静岡だった。うん、これ真っ逆さになるからね。漏れなく。山で遭遇するの、鹿だったら別にいいんですよ、石は。鹿なら、うん。突進してくることそうそうねえから。じゃあここを往復して、そうだな、もう家の方は刺しちゃうね。あの、あそこまっすぐ行ったら、あの下ったら、ここで、ここで霧が発生です。そうそう、何霧があれしないと、今日。今何時ちなみに。8時、あ、18時、20分。6時なんだ、まだ。やべえ。暗いよね。そして腹減った。それな、うん、家帰ってくる。外食はもういいや。外食してないけど、外食というか軽食というか。もう降ってきたね。使いますね。降ってきたのが木の上の雫が大量に。あ、何し、お、茶屋です。あ、これ茶屋で。やってないけどね、うん、茶屋でな。やってる時に1回ぐらい食ってみたかったな、ご飯が。なんかあんだけ形残ってるから。やっべ、ゆっくり行けよ俺。怖怖いよ。霧がすごいつけたら笑えないから。まあ、いや大丈夫大丈夫。自分の車じゃないから、なんとなく道上がるからいい。本当だよ、本当だったら修理できて自分の車でのんべんたらりんって走ってんの、まあ、本来だったら。あ、もう晴れたね。あそこだけすごかった。
と冬入る前の時に行けばいいのか。通行止めになんなきゃいけない。うん、それで行こう。 雪が結構すごいから。いやだって11月とかでしょ。そのことにあの白根山冬、あれ雪装備じゃん、登れない可能性ある。12月入る前だから大事だった。標高2000だった検査があそこ確か。うん、大事だった。ただあそこのなんだっけ、渋川とかってイニシャル D みたいに本当にツルンツルンなんのかな。あんななんねえよな、多分。どうなんだろうね、冬って。あんな雪、秋になって出るぐらいだからさ。なるんじゃない。なるのかな、やっぱ。よいしょ。で、そろそろゴールなはずよ。まだですか。ハイビームが本当にビュームみたいに通れてたもん、霧がすごくて。やっぱ霧が晴れるとこう普通に撮れるんだ。まあ、しょうがない。ちょっと面白かった。また霧かい。これこうやってビームみたいに見える。ビー。ハイビーム。ビービービー。左で、ここにまた左のヘアピンじゃないけど、カーブが、緩いカーブが。するときにそう。よいしょ、失礼。ちょっといやらしい右のカーブだから。およそ300メートル先、深さは東、右方向、小田原、箱根方面です。ここを右に行って、あ、やっとここのあれまで来た。これ開いてるね、左。ここだったっけ。いや、もう開いてるね。車いるもん。車探偵がいい。うん、ちょっと入らせてください。ちょっと失礼します。いや、U ターンするよ。うん、開けたったよ。いしょ、やべ、よいしょ。いいね、ノンストップで行っちゃうよ。車中泊の話だ、そこの富士山ナンバー。そうか、そのままどっか山登る予定なんで。あれ、一緒にいたんだ。全然違うな。一緒に来ない。止まんないよ。何吠えてんの、あんた。バカなの。じゃあ行きます。